こんにちは。申します。本日からセンター試験ということで、高専入試について話していこうと思います。高専入試は、推薦入試と学力入試が2つあって、募集人数の半分を推薦で取って、もう半分を学力で取るみたいな感じなんですけど、で、学力入試は全高専同じ時間でやるんですけど、推薦入試は、はっきり言って、中学校ゲーです。中学校ガチャ。内申ゲーなんですよ。推薦の多分、8割、9割ぐらい成績で見てるんで、ほぼ9教科おごることが、まあ5教科おごるは、まあ当たり前で世界だったと思いますね。僕が教員に聞いた感じは。僕は一時期不登校だったのがあったので、当然推薦は受け、まあ落ちるからね。受けず、学力一本で。まあ、学力は、午前中が理数科目で、午後が国語と社会だったと思うんですけど、もう全科目か、基礎を固めるしかないと思いますね。まあ、高専は、共通テストを受けなくていいので、大学に行きたくない方、大学入試受けてたセンター試験じゃなくて、共通試験、共通テスト、を受けたくない方は、など、ぜひ、高専に入学してみてはいかがでしょうか。共通テストを受けている同級生を3年生になれば、煽ることができます。高専にぜひ入ってみてください。ありがとうございました。